では、シシシでーす。さあ皆さん、僕たちはですね、まあ、アーティストをしてるわけなんですけれども、普通の人よりも音楽に触れる時間長いと思うんですよ。いっぱい音楽聴いてますか？音楽歩きだよね、もう歩き。あー、人生がね。言ってるもんね、俺ノーミュージック、ノーライフやもんな。だって言った？そんな。え、言ってなかった。前半なんで。大河君、なんかどうですか、音楽。そうっすね、音楽はまあ自分の人生って、ね、欠かせないものなんで。英語で言うとどういうことですか。え、聞こえてた。言ってる。 No music, no life。 大丈夫このメンツで。いや、わからない。なんか、あの、宮田君とかはどうですか、音楽。この流れで俺に振るなよ。一番やりづらいもんな。そのシチュエーションによって自分が聴きたい曲とか好きな曲ってたくさんあると思うんですけども、えりすぐりなものをね、ちょっと皆さんにお伝えできるような企画を本日お持ちさせていただきました。というわけで本日の企画は俺たちのベストソング5000。イエーイ。おもろそう。なんか本日はですね、あの、いろんなテーマを用意させていただきまして、そのテーマごとにこういう時は何を聴きたいですか、こういう時は何を聴きたいですかっていう風にね、シチュエーションごとのテーマでその時に自分が聴きたい曲、自分が好きな曲を答えていただくという形で、1人1曲ですね、フリップに書いていただいて、回答の時はですね、それを歌っていただきたいなと。やっぱりアーティストですから、僕ね、僕はこういう曲を聴いてますっていうのをね、皆さんにこうお伝えできればと思うんですけれども。さあ、というわけでですね、本日はどんな曲たちが飛び出すのか皆さんで考えながら見ていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。 It's Showtime。 はい、それでは早速なんですけれどもですね、やっていきたいと思います。ちょっとテーマの方をニコンさんの方から聞いて、そのテーマに合う自分の中のベストソングを出していただければと思います。はい、それではまずテーマの方お願いいたします。夜、仕事帰りに聴きたい曲。仕事帰りか。あー、なるほどね。仕事帰りか、まあ、俺らで言ったら、だからライブの帰り道とかね、そういうことになるのかね。なんか俺の中では結構疲れてる時っていう、こう、トラブル。あー、なるほどね。はい、癒しなのか、逆にテンション上げていく曲なのか。まあ夜やんね、多分。まあ、あとはもう歌ってから夜ね。はい、それではですね、皆さん、あの、回答が用意できたということなので、ちょっとタカ君の方から、こう流れでね、歌っていただこうかなと思います。もうすぐ今日が終わる、やり残したことはないかい。帰ろうか、もう帰ろうよ、明るい色に染まる道を。走る街を見下ろして、のんびり雲が泳いでく。これから始まるあなたの物語、ずっと長く道は続くよ。毎時すわそうさ、君だけ。はい、はい。嘘じゃん、絶対。絶対聞かんやろ、お前ら。嘘じゃん、合わせたやろ。なんでそんな帰りたがってんの。帰んねえ、今から。違う、仕事終わったら帰ろうって、ホーム聞かんやろ。帰ろうかー、帰ろう。帰り道っていう限定された時に聞きたい曲を考えたら、これだかなっていう感じで聞くの、じゃあ帰り道に。違うぜ、聞くよね。散々ね、ライブとかで音楽触れたら、聞きませんよ、音楽なんて。大体その日上がった自分らの YouTube 見て帰る。こういう時聞いてたの。いや、なんか違う、俺さ、この仕事帰りってなった時に、一番最近帰りとかに聴いてる曲なんだろうなと思って書いた。あー、なるほど。シーズン的にも今ちょっとクリスマスシーズンになってたし、最近一番聴いてるのこれだなと思って聞いたんだよ。はい、そのホームとか家に帰る系の曲はないよね。あ、そういうことか。結構リアルでいく感じ。そうでしょ、リアルでしょ。あ、なるほどね。そういう企画だよ。俺らフェイクだわ、そういう感じ。まあ、なるほどね。なんかちょっとでも分かった気がするわ。綺麗にまとめとしてはいけないってことね。そう、日頃から自分が。あー、そういうことだ。なるほど、分かった分かった。じゃあ、仕事帰りに夜聴きたい曲はこんな感じですね。はい、虹色ね。意外だったんですよ。うん、めっちゃ結構マジで聴く。そうか、疲れてる時だ。そう、彩香さんの虹色はめっちゃ聴く。はい、それではお題の方をお願いいたします。失恋した次の日に聴きたい曲。次の日、失恋した、まだ聞かないよ、次の日に曲は。失恋した日じゃダメなんですか。一回冷静になってます。そういうこと。
一回フラットになってこれ聞くってやつ。そうっす。なんだそれ。なんでニコンの恋愛システムに合わせる。失恋なんてもういつの話だ。思い出した方がいいってことな。これはな、記憶を遡ればいいってこと。あとは一曲失恋ソングしか出てこないの。待って、だってもうさ、失恋してとか最後からもうどんぐらい経ってるかっていう話よ。でもめっちゃ気になってるよ、視聴者さん。みなとの最後の失恋、確かにちょっとそれ聞きたいかも。ちなみに何年前。え、失恋でもお別れってことでしょ。お別れだね。うん。ええー。何年前だろう。3年前ぐらいかな。割とキンキンに。意外とリアルだ。リアルすぎるでしょ。3年前さ。片足しかリアルじゃない。片足しかリアルだね。俺らのモットーです。片足しかリアル。はい、皆さん書けました。はい、OK です。はい。じゃあまたね、あのタカ君の方から。はい。行きますか。わ、気になるね、これちょっとなんか気になる。キモいのがいいな。うん、キモい。キモいの痛くあってくれ、頼む。そう、痛もだよとかじゃなくてね。桃色の片思い恋してる時の流れに身を任せ君が作る仕草一つで僕はいつも胸が痛いよ。もうどうして。痛いよ。シャッターが落ちるみたいに君を切り取って恋に落ちて。おお、なるほどね。じゃあごめんなさい、曲がどうとかじゃないのよ。ショックやってる人いたな。ね、大喜利やってんの。ねえ、ねえ、なんなのそれ。どういうこと。片思いやしな。そう、失恋じゃねえじゃん。失恋ってよ、片思いになるってことでしょ。桃色の片思いはもうめちゃめちゃ片思いで今ときめいてます、楽しいっていう曲やん。だからこそ、なんか、あ、もう暗い気持ちになんなのがよくない。次ってことね。そうそう。あ、だって英雄の歌い出し知ってる。片思いらしい片思い初めてしちゃいます。なんかちょっと気持ちが入る。ハズキもハズキで、まあなんか独特やん。絶対機械やろうしな。聞くっていうか、あのね、俺が大学生の時に働いてたアルバイト先、居酒屋のね、ギャルの女の子がね、昨日別れたって言った時に、うん、これ聞いときって言ったら、もうその子裏でもう聞きながらなんで泣いてる。マジで。これやねん。でも確かにまんまだよね、なんかね。俺これそうそう、このまんまやと思う。そう、あのもう深追いせず、時の流れで身を任せちゃえ。間違いない。ごめんね、あ、大学生の時でしょ。大学生の時の葉月くんがさ、失恋したギャルにさ、テレサテレ進めてるのバカ思う。どういう状況なの。バリキモいな。渋いね。ダゴ、僕はあの、清志雄二さん、痛いよ。うわー、いい曲だ。わかります。あのね、マジで聴いてみてほしい。僕、結構人生で一番好きな曲かもしれない。あ、ほんと。俺は多分失恋した時に思うのは、この人のことが本当に好きだったんだなってことを多分どんどん実感してきちゃうと思う。そうだね。そう、そんな気持ちが書かれてる。え、でも、たぶん失恋とかしたことないでしょ。いやいやいや、そんなビジュアルさ、そんな持っててさ、いやいやいや、絶対振られたこととかないな。誰がどっからどう見てビジュね。こんな失恋しかしてない顔しとるやんけ。その映画でもな、これから森林源氏って同じで。ごめんね、あの、この流れでいくのあれだけど、これめっちゃいい曲よ。ただね、ゆっくりこれを出すことがもう一番痛い。めっちゃ前振りしてたもんね。痛くあってくれ、頼む。でもこれガチなんよ。高校2年生の時に5校上の先輩のことを付き合ってて、別れた時ちょうどこの曲がバズってて。ああ世代もあるよね。そうそうそう、思い出だったわ。そう、瞬間ちゃんと出た。いつの時ですか。高校2年生の時に5校上。ダメだこれ、犯罪じゃん。使ってないやん。相手の人犯罪。これがこれが片足しかリアル。これが片足しかリアル。まあまあ過去の話ですからね。で、宮田君、あ、これ最近の曲っすよね。さっきのもそうだけど、俺なんか最近の曲で一歩出てくるわ。なんか失恋した時の曲というよりかは、今失恋したら多分これ聴いちゃうなっていう。ああ、なるほどね、そういう観点ね。はいはいはい、冷えました。いや最近まで彼女おったんじゃん。3年前みんなバチバチやな。バチバチやな。次行きます。はい、お願いします。朝起きてすぐに聴きたい曲。おー、朝起きてすぐか。朝って音楽さ、あーって目覚めて音楽かけるってこと多分まあしないよね、うん、はい、というわけで皆さん書き終わりましたね。終わりましたよ。では朝起きてすぐ聴きたい曲、中田君の方から歌っていただきたいと思います。どうぞ。はい、うん。おー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 
の。それイントロっすね。分かってるよ。お前はまるでドドドドドドシャワーシャワーです。分かってんじゃん、分かってんね。え、分かってる。待って、これずっと何の話してんの。それじゃないの。何してんの。先ほど続けてシュレターっていう話。サビ分からんね、あんま。聞いてないよ。あれやないかよ、お前。君と流れる海は透き通って、太陽の水欲しくて。お前も聞いてねえから。お前らの続きいけば。これは70億分の一人と一人が出会って恋に落ち、さんですよ。走り出せ走り出せ走り出せ果てる影。なら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 、ガッツ出していこうぜ、ほらこ出して、yeah! イエーイ、イエーイ、イエーイ。すごいな、やっぱ朝は平井さん、ね、あ、参加ぶり、うん、俺はね、これ D51 さんのグラニューで、なんか聞いたことある、ワンピースの主題歌なんですよ、昔の。ワンピースのオープニングを聞いて絶対向かってんの。ワンピースのオープニングってさ、気持ち上がるよ、マジで上がる、うん、そう、だからこれ。なるほどね、はい、僕は海外に行く時に毎朝学校行ってて、その時に必ず朝支度しながら聴いてた、かけたな、この曲。思い出の曲、なんか本当爽やかな曲で、でもその時流行ってたよね。その時にそう出たの、これを聴いてた。はい、次、はい、次、はい、それではお題の方をお願いします。俺たちの世代の曲。これ気になるし、普通に楽しい。あ、なるほどね。そう考えたら全員年バラバラだもんね、一個ずつ年バラバラだもんね。でも世代的にはまあ一緒って捉えていいか、くくりにしたら一緒やん、多分な。これね、あったわ。もう俺らのこの世代はこの曲っしょっていうのを選んだ。完全にこれのイメージすごいんだよな。はい、それでは俺たちの世代ソング、はい、はい、これいってみたいと思います。それではタカ君からお願いします。そら今日は大空です。確かに味方、侍はどちらで会えますか。懐かしい、今の子知らんやん。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、だからお願い、うん、僕のそばにいて。いつまでも君の横で笑ってたくて。イエーイ。いや、めっちゃ納得した。いや、なんかすごいな、これだよね、ど真ん中やと。これさ、なんかやっぱルーキーズ超流行ったじゃないですか。ね、世代だよ、マジで。確かに超世代、超名曲だし、マジでそれもないけど、ほんまに多分一番覚えてるのはこれめっちゃ聴いてた。俺結構今ね、ハズキ歌った瞬間にフラッシュバックした、いろいろ来たでしょ。めっちゃ歌ってた。結構これ穴でもね、それその理論でいくと、俺最初に出たのこれと、もう一個シューチシューチ、ヘキサゴン、もうヘキサゴンチームやん、それやわ。そう、でもそういうことやね。俺たちは、そうそうそう、今の子たちわかんないだろうね、多分ね、世代的に。わかんないわかんないかも。タカ君はもう、僕はもうドピークでした。ドピークどこピーク、もう終わったんすか、ピークピークがもう終わったんすか、独特すぎる、もう落ち目ないですよ。卒業式これ歌いましたもん。僕ね、中学校の卒業式だよ。俺高校の卒業式だったわ。みんな道に歌ってんだね、ユースは。俺はね、AM11 です。俺もなんかどこちょっとなんか古いかなって思って。なんだろう、俺のね、世代というか、これは死ぬほどデュエットした曲。誰と話した。でも女性ですよね、相手女性。相手は分かる。そう、考え方に触れる。その今日ハモリの方行ってた。ハモリ行ってたんで、ハモリの方思い出しちゃった。あ、下の方行ってた。あの時を思い出した。何の話やねん。覚えてる。いや、動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。僕たちは東京ドーム目指して日々活動します。応援よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。イッツショータイム。